今回は初のコラボ配信です。訪れたのは鎌倉にある苔むすび。隠れ家的なアトリエには苔の魅力がたくさんあります。まずはじめにここ見てください。じゃん。入り口の掘りごたつの中から苔がお出迎え。管理できるのも苔むすびだからこそなんですね。さらに苔むすびには様々な苔テラリウムがたくさんあります。素敵な作品の数本当になんか、まあ、神秘性っていうのを追求した風景なのかなっていう気がしてて、スタジオジブリもののけ姫に出てくるワンシーンが苔との出会いだったという苔むすび代表の園田さん。展示販売だけでなく常に苔テラリウムを研究中です。この状態でみずみずしい苔の状態はなかなかありません。作ってから何年かするとこのような状態になります。またここでしか出会えない希少な秩父赤葉巻苔、本当に小さいです。よく分かりませんよね。さらにお庭には水苔の出現までも。見てください、鎌倉にあるようには思えません。鎌倉に行った時にはまた遊びに行くからよろしくね、園田くん。園田くんの方でも僕がお邪魔するパターン、そこちょっとお願いしたいのが、はい、もうほんと5分ぐらいでいいから、俺のスマホケースにここに園田くんが苔を植え込んで園田作品をちょっと作ってもらいたいな。